学校の先生がねこう下に見られちゃうみたいなのが本当に毎日なんで、やっぱり多分塾予備校の時の見せ方とだいぶ違うと思うんですよね。でも予備校の先生たち戦うってなった時に負けらんねえと思うのか、学校の先生っていうだけでハードル下がるからずるいんだった、授業しかやってないんだけど。話題始まりました、もちゃちゃんです。さあ今回はですね、第2回英語講師オーディションの優勝者の岩瀬においでいただきました。 Hello there。 はい、いやー、やってまいりました。やっと、はい、遅刻ドッキリやったことだったんですか？すいません、首都高にハマってしまいました。はい、もう本日の主役とか、これもありがとうございます。生徒にもらった、いや私今日主役なんですね。はい、トロフィーですね、これ英語講師オーディションの価格に入るか。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、現在第3回が行われておりますので、トロフィーの返還の方ありがとうございましたそう、これだと残んないじゃないですか、手元に。だからちゃんと皆さんに盾があるので、はい、こちらですね。お、はい、ありがとうございます。盾でございます。はい、入れていただいて、はい、ありがとうございます。はい、あ、これは返さなくて、これはもう岩瀬の名前入ってますから。ありがとうございます。加工として、はい、どうぞどうぞ。ありがとうございます。初めてですね、こう盾とかもらうの。あ、そうなんですね。はい、で1日だけ持って帰ったりはできないんですね、これ。別にいいですよ、持ってこなきゃいけない、持ってこないといけないそんな前は先なんですけども、学校の先生で大会にどうして出ようと思ったんですか？どうして出よう、まあ、だって僕学校の先生第3回も全然出てくれない。ああ、どうですか？全然出した人いますよね。います、いますけど、ね、はい、いやでも単純にうちの先生たちのやつを、まあ、動画拝見してて、うん、あ、そんなのやってたんだと思ってチャレンジしてみようかなと思ったぐらいのもので、うん、ではね、やっぱ学校の先生出てくれたのすごく嬉しかったので、やっぱりそうですか、ありがとうございます、うん、なんかでもちょっとね、こう講師の先生たちからするとこう知名度上げるとか、うん、明確な目標があって多分みんなやってる中で、うん、なんか若干ちょっと取り乱しちゃうっていうかなんていうか迷惑じゃないかなとか思いながらもやってたんですけど、うんうん、学校の先生がねこう下に見られちゃうみたいなのがやっぱりあって、うん、で対立構造がまだやっぱりあるんですよね、うんうん、塾予備校対学校みたいなのが結構あって、で地方でも、まあ、塾予備校と一緒にやっていこうっていう学校もあれば、うんうんうん、協力してやっていきましょうっていうところもあれば、うんうんうん、塾なんか通うなっていまだに言う先生もいるとバラバラなんですけど、ちょうど先日来たとある営業の方が予備校の先生派遣で資料を見たら先生が載ってました分かってやってんのかなこの人と思いながら。そうなんですね、うん、この人知ってると思います校内予備校とかもね、うん、ありますからね、最近ね増えてますよね、はい、ね、学校の先生は授業以外のとこたくさんやんなければいけないからっていうので、うん、研究もできないし、うん、うまくなっていかないけど予備校の先生は授業だけやれるからわーみたいなんで、そういう構造があって、うん、でもうまい先生も見てきてはいるので、うん、やっぱ学校の中でも、うん、まあ両極端ですよね、塾の先生でもんっていう人がいるし、なんでいろんな人がいるんで、うん、学校の先生にも出てほしいなと思いながらいたんです。なるほど、じゃあ皆さん次回出ましょう。次回ありますか出ましょう、学校の先生出ましょう。本当にあの得ることしかなくて、よく言ってるのがやっぱり人とつながれたっていうのが一番認識してもらえたっていうことですよね、うん、本当に自分が教わってた先生、まあ、中本先生とかも含めて、うん、認識されるっていうことからしてもえって感じなんですけど、それ以外にもやっぱり人間の幅が広がったんで、やっぱこれ学校でも研究授業とかすごい学校あるので、うん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 、素晴らしくいろんなことやってるところもあるので、うん、前でしたっけ勤めてたところがそういう伝統的にこう残ってるところで、いろんな技術を学べるところにいらっしゃったんですもんね、うんうんうん、そうですね。だから学校ってちょっと遠回りわざとさせたりとか、はいはい、本当に毎日なんで、やっぱり多分塾予備校の時の見せ方とだいぶ違うと思うんですよね、はいはい、自分がいろんな予備校の先生とかから仕入れさせてもらった技とかテクニックとかを学校でやってもお腹いっぱいになっちゃうんですよね、はいはいはい、毎日毎日そんなことやられても飽きてきちゃうし慣れてきちゃうし、うん、だからやっぱ全く別の教育機関っていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと思うぐらい、うん、週1回90分で勝負する世界と毎日会って
生活まで共にしてっていうのが、ね、思います、ね、勝手が違うわけですね、うん、あと授業スタイルね、やっぱり、ね、すごい人数がいる予備校ではね、人当ててやったりとかもできないですしね、うんうん、音読させるのとかも200人教室で音読させたら怪しい集団になっちゃうできない、違う状況だっていうのはねあるんで、なんかそう一概になんか比べらんないんですよね、うん、学校ではお前らの授業なんかみたいになってても予備校ではこう一生懸命聞くとか尊敬しちゃうとかですっていうね状況もあったりするんですけど、本当千差万別なんで、うん、コメントで一番おっと思ったのが、うん、ずるいって書いてあった、学校の先生っていうだけでハードル下がるからすごく、すごい、それそうしてなかったなと思って、そういう考え方もあるんですね。びっくりしました。そうか。ハードルが下がる。下がる。学校の先生なのにって言ってもらえるからっていうのがあって、はい、あ、なるほどと思いました、ね。なるほど、学校の先生なのにうまいってなる。ああ。多分予備校の先生だったら普通ぐらいでもなんか良さそうに見えちゃうっていう。へコメントがあって、うん、それぐらいでもだからもうこういう感じで考えてるんだなと思って、学校を下に見てるんだろうなっていうふうに思って、なるほど、まあ、ちょっと学校も頑張んなきゃなと思いましたね。でもまあこの転換期というか4月頃ですね、学校がコロナ禍で行けないってなって、うん、そうですね、でも学校の先生たち映像で流さなきゃいけないっててんやわんやしてたと思うんですけど、うんうんうん、自分のところはもう3月の頭からオンライン授業やってたんで、はいはいはい、でも Zoom でやってて、まあ、教室で会うのに比べるとちょっと下がるなと思いながら、どう近づけるかと思いながらその時やってたんですけど、これもやっぱオンラインでつなぐことによって見えてきた新しいその可能性っていうか、本当一人一人がやっぱり見えるんですよね、はいはい、で答えた答えも即時的に見えちゃうんで、はいはい、あ、ここ分かってないんだって後からテストの時に分かるようなことが授業中に見えちゃうんで、うん、修正も聞きやすいですし、おうおう、とか今そのオンラインでやったことをどう普段の授業に落とし込むかっていうのが結構課題ですね、うん、いやそっか、なるほど、今ちょっと改めて見て生森哲だと思ってだってまだ会って数分じゃないですか、会って数分ずっと存じ上げてる方だけどまだ会って数分だったんで、あ、生だ本物だと思って、いろいろオンラインではやりてるさせていただきましたけど、はい、初めての生で、でも予備校の先生たちとか塾の先生と戦うってなった時にどうなんですか、やっぱり負けらんねえと思うのか、なんすかね、でもその大学の先生も今その同じような英語教育話題の界隈にいらっしゃって、はい、で予備校の先生たちがいて、で学校の先生いてって、やっぱ専門性で詳しさとか、はい、教養とかだとかなわないなと思いますね、だし入試問題の研究も頑張ってみようとしますけど、やっぱり見切れないし、はい、理解もしきれないところはあって、でもそれをなんとか高めよう高めようと思ってますけど、だからそこで勝負はちょっと厳しいかなと思うので、私はどっちかというとなので、学校は学校のやり方がやっぱどうしてもあるから、うん、それをどう磨き上げて予備校の良さを入れていくとか、大学の良さを入れていくかっていうような視点で今考えてるんで、あんま対立的には考えないかな。あ、だからやっぱり、ね、塾予備校の先生たちが学校なんてみたいに思っちゃってるところがね、だし多分相当嫌だっただろうなと思います。学校の先生が優勝したとかもそうだし、はいはい、私がその前やってた動画を無料で出すとかも、はいはい、まあふざけんなよって最初思って見てみたら、この程度だったらいいかぐらいな感じかもしれないですけど、わかんないですけど、だってね、自分の商売をちょっと質を下げてるとはいえ、うん、無料でどうぞどうぞってやろうとしてたんで、むしろよく絡んでくださるなっていう、うん、すいません。どうしてでも学校の先生になろうと思ったんですか。で元塾だった時にやっぱ週1回とか週2回しか教えられないし、学校の先生なんでやってくんないんだろうと思うこと多かったし、夏期講習とかの誘導とか冬期講習を取らせるとか、そういうのもないんだったら絶対にもっと深い関係で関われるなと思ってなったんですけどね、なんか必ずしもそうでもないなと思って、やっぱ子供たちがやっぱり学校の先生って言うとちょっと壁を作るというか、こっちの視線見てくるというか、いい子ちゃんで言おうとしちゃうんで、塾の頃の方がなんだかんだ言って、まあ、年齢的な部分もあったと思うんですけど、距離は近かったかなっていう気はしますね。予備校とか塾業界だと、まあ、学校の先生になる人も結構いるので、うん、あ、そうですね、まあ、塾予備校どん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 縮小してってるんで、うん、でその時に逃げたみたいに言われたりするんですよ、うん、裏切ったみたいな、まあ、逃げたんだよみたいな、そういう人はいるので、うん、予備校で勝負したかったけどできないからって言って、どこどこの学校に就職したんだよと。あ、そういう行かれ方になっちゃうんだ、はい、でも厳しいですよね、もういい加減映像がこれだけで、大体予備校とかカワイとか大手から行く人たちは当然いい
待遇のとこに行くので、ね、学校の中でも。だからこっちは平和だぜとかこっちはいいぜみたいによく言われるって言ってましたね。まあ、全部が全部あのね、なんかいわゆるイメージあるじゃないですか、うん、部活が大変でとか、うんうん、もう寝る間もないとか、そういうとこだけじゃないので、うんうんうん、本当にそうですね、私立とかでそういう成績取ってくるとなったら特別待遇でしょうかね。そうですね、特別でなんかね、研究する時間があるとか、うんうんうん、そういう人たちもいるので、うんうん、学校もいろんな待遇バラバラなので、そうですね、もうバラバラですね。授業以外の時間どうですか？今はなので、まあ、部活全然重くないので、はいはい、学校外の仕事に関しても、まあ、最初のうちは校長のところにいつもいいですかいいですかって言ってたんですけど、うん、だんだんなんかあいいよいいよしか言わなくなってきたんで、はいはい、だから、まあ、全部いちいち言いに行くのもかえってあれかなと思って、うんうん、学校側の仕事いろいろやらせてもらってることが、まあ、学校の宣伝にもなるし、はいはい、そこで仕入れたいろんな新しいやり方とかが、うん、まあ、学校にとってプラスにもなるだろうということで、まあ、自分の場合はその学校側の仕事が部活動みたいな感じの側面もあるのかなと思います。今担任とかやってるの？今高3担任です。すごー、高3なんですよ。じゃあ結構大変ですね、受験期から。そうですね、30日までは共通テスト問題の同じ時間割り通りでやるっていうやつをやって、メンタルのケアとかもですね。だから一番が共通テストの自己採点後ですよね、はい、国公立どこ出すかっていうのと、その辺のこともやんなきゃいけないわけですよね。最後に塾予備校の先生ディスってもらってまあだからやっぱ授業しかやってないんだけどいや、まあ、今のところあのオープニングの最初のところに入ってますからねでもやっぱり塾は必要だと思うんですよね。うん、だって本当に学校だけじゃ得られないそのハマり方とかね、うん、もう何人がスタサプの英語の授業にハマったかとかね、うん、私が教えててもスタサプみたいな感じとか本当にあったんで、まあ、それはだから大事かな、その両方あるからこそ輝けるというか高まるという部分があると思うので、うん、対立せずに仲良く、そうですね、こうせずに、そうですね、こうやらずにこうする感じで、はい、そうですね、サムネではこうなってますけどお決まったんですだからね、学校の先生ちょっとね、下に見るっていうのをこの風習なきゃいいなと思ってるんですよ。塾予備校でわーって思ってるかもしれないけど、モチベーションの問題だって絶対あるんで自分から払ってますからねわざわざ言ってるから、はい、そういうのもあるので、はい、ぜひそういったことも考慮してもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は優勝者の岩瀬に話を聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。